おはようございますあなたを輝かせる心の目覚まし天使のモーニングコール講座宇宜明です今回は、えー、幸福の科学月刊誌の関頭に掲載されています心の指針、えー、倒産の危機についてお話をしてみたいと思います、えー、今全国的にあるいは全世界的にコロナ危機でもあります えー、そのコロナの中で、えー、外に外出することを自粛する、えー、旅行に行くことを自粛する、まあ、そういったものも政府や地方自治体からも出ていたりします、えー、マスコミがあ警鐘を鳴らして、えー、犯罪者のように報道することもありますそうすると経済がどんどん,どんどん冷え込んでしまう、えー、会社に行くこともなく リモートで、えーまあ、仕事をする果たしてそれが本当に会社の業績につながっているのかどうか非常に微妙なところがあるかと思いますその結果として倒産ということにつながることもたくさんあるのではないかと思いますさあその中においてこの倒産の危機という心のシーンは非常にタイムリーであろうかと思います 私の方でで読んでみたいいと思います「倒産の危機」「宗教なら心の問題だけ扱っておればよい」と断言する人も多かろうしかし残念ながらこの世を生き抜いていくためには家族か少なくとも自分一人の身は養っていかねばならないお寺や神社が消滅の危機を迎えているだけではない。 毎年数千から万の単位の会社が倒産しているのだ。この場合数十、数百、数千、数万の人たちが路頭に迷うことになる。経営者の責任は重大で失敗率が高ければ地獄人口の増大に拍車をかけることになる。経営力は将棋の上段者と初心者の腕の違いと同じで上段者には 対局が見え、初心者には一手先さえ読み切れないのだ。仕事には基本動作がある。宮遣いが嫌いだという理由だけで起業しても、知識も経験も不足して成功率は低い。自分の才能を過信して、他人の悪口ばかり言う人が経営に成功するのも難しい。まず、人間として立派であろうとせよ。 努力する人と責任感のある人を甘く見るな。自己本位の成功は一過性で、利他と正しさを求める人の成功は長い。人の成功を羨み、人に嫌われる人はいつも倒産の危機に直面していると言ってよい。えーまあ、こういう心の指針であるんですね。 で今回は2回に分けてこの心の指針倒産の危機についてお話をしてみたいと思います。まず前半部分なんですね。まあ、宗教なら心の問題だけ扱っておればよいと、まあ、こういうふうに言う人もいるかもしれないというふうな言葉で始まっておりますが大川隆法総裁は 実際に大学東京大学の法学部を卒業した後大手商社に総合商社に勤めそしてニューヨーク勤務もされました財務担当も任されて将来の社長候補としてバリバリと働いた経験がございますその経験をもとにさらにその後30歳の時に 幸福の科学という教団を立ち上げられましたその後幸福の科学はどん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 発展し今は戦後最大の宗教まで成長しておりますこの幸福の科学という教団は全世界百数十カ国まで信者が広がっております世界的な教団にまで成長しているわけなんですね さあこれを一代でここまで大きくされましたさらにその教団の勢力は拡大し続けておりますこれだけのことを成し遂げる人が世の中にどれだけいるでしょうかああこれだけの実績を持っている人これだけ実際に教団運営をして教団の経営をしておられる方というのは世の中にはそう多くは いないいと思いますならばその大川総裁のこの経営に対する言葉というものをある意味では素直に虚心坦懐に耳を傾ける,けるということも必要になってくるのではないかというふうに思うんですね。で、まあ、この「心の指針」の中で言われておりますけれども少なくともうん、まあ、自分自分 一人あるいは家族があ関係しておりますですので一つの会社があ潰れてしまうということはそこにおける社長以下従業員およびその従業員の家族が路頭に迷うということになるわけなんですねそしてさらに毎年毎年数千から万の単位の会社が倒産しているんだということでもあります。 そうすると本当に職を失って先が見えない状態で苦しむ人たちは本当に多くの多くの方々に及ぶわけなんですね。そうするとこの先が見えない経済的な苦境を及ぼすとなると精神的にも非常に辛いものが出てくるわけですね。心が病み始めます すす、えー、み始めてくるわけなんですねそこにまた一つの地獄というものが生まれたりとかあるいはその辛労から病気を作ったりとかあるいはイライラしたりして犯罪というものにつながってしまったりすることもあります。えー、その意味では、えー 経済が不況に陥るというのはいいことは一つもないわけなんですねまずはこの事実を知る必要があると思いますま実際に私もこのコロナの中で会社が倒産し失業しているという人やあるいは 個人でお店を経営している人がこのコロナの影響下で店を畳まなければいけないそういった方も実際に聞いております、えー、皆さん大変な中で今過ごされている方たくさんたくさんいらっしゃると思いますですので是非そういった皆様にこの心の指針を学んでいただきたいというふうに思うんですねでこのようにも書かれておりますだからこそ 経営者の責任というのは重大なんだということなんですね、えー、ですから失敗率というものが高くなればなるほど地獄人口の増大に拍車をかけることになるとまあ、このように言われていますですので経営者の経営力それにも実力がありますその差が出てきますその実力が低ければまた地獄人口を増やしてしまうということにつながっていくんだと いうことなんですね。えー、まあ、将棋の上段者初心者の違いとして例えられております。えま、ー、上段者将棋の上段者は対局が見える、えー、何十手何百手、えー、先の手も読めることができます。でも、初心者は一手さえ、読み切れることができない。それは経営においても同じことが言えて、実力がある人は。あ なんて何百っ,って先の未来も見えることができるだから今こういうことをしておかなければいけないその次にはこういうことをしていかなければいけないってことが読めるんですがでも経営のまあ初段者といいますか初心者というかあ実力がそれほど伴っていない方は、えー、次にすること、えー、明日すること今日すること すらなかなか見えなかったりしますそして打つ手が全部外れてしまうということがあるわけなんですねですので経営にはやはり実力が伴いますそれだけの学び経験こういったものをしておく必要があるということでもあるわけなんですねでん具体的にこういうふうに言われています仕事には基本動作があると、えー、この基本動作がちゃんと身についているかどうか 例えば「ほうれん草」という言葉がありますけれどもこれ一つとっても一つの基本動作ででもあるわけなんですね、えー、経営の色派というものをしっかり身につけているかどうか、えー、こういったものも問われてくるわけなんですね。で宮遣いが嫌いだという理由だけで、えーまあ、脱サラして起業したとしても成功する確率は高くはないですよということなんですね。 えー、サラリーマンが嫌だ、えー、と言ってじゃあ独立して経営したとしてもっと大変な悲惨な状況になる可能性は十分あるわけなんですね。起業するにはそれだけの準備と勉強というものが必要になってきます。それだけの技術スキルというものを身につけた上で起業できるかどうかこういったものも考えてみる必要があります。 で自分の才能を過信して他人の悪口ばかり言う人が経営に成功するのも難しいというふうにも書かれています。えー、自分は能力がある、才能があると思って、えーまあ、会社の経営陣、えー、上司の悪口を言う人、えー、そういう人が成功するかといっとそうでもありません。あるいは組合の力が強すぎて、えー、それでだいたい 会社が傾くくとということは過去たくさんありましたかつての国鉄であったりとか日産であったりとかあるいは JAL、えー、こういった企業はまさに、えー、その国会社の、えー、組合組織があまりにも力を持ちすぎた故に、えー、経営としてもう回らなくなっていったという歴史的事実があるわけなんですね。じゃあ組合員の幹部たちがあ逆に 経営陣に回って成功できるかというとその保証はほとんどないに近いのではないかと思います。さあこういうことを踏まえつつ経営のの学びというものが大事にななってくるわけなんですねまずはこの前半におきましては今経営の危機というものを知ること。 その中において自分自身が何ができるんだどういう未来をつくるために自分は今から何をしておかなければならないのかどういう準備をしておかなければならないのかということを知っておく必要があると思います。そのの具体的な解決方法はは次のこのチャンネルでお話をしてみたいいとと思いますとにかく今は 日本のみならず世界中において経営の危機の状況に来ています、えー。有事の状態にいるんだということをまず知る必要があります。えー、いつものような、えー、平時の経営、平時の仕事のマインドでは大きな転落を迎えるんだということをまずは知る必要があろうかというふうに思います。 ぜひこの事実を冷静に見据えた見据えた上で大きな発展を遂げようと力を合わせて向かっていきたいものだと思います。ぜひすべての企業群が大きな成功の道へと向かいますよう、シュエルカンタレにお祈り記念申し上げたいと思います。